第四次英乱戦争はグレートブリテン王国とネーデルラント連邦共和国の間の戦争。第四次英乱戦争はアメリカ独立戦争と同時期の戦争であり、オランダがイギリスの敵国との貿易を継続したこととその敵法性をめぐる英乱間の紛争に起因した。オランダは正式にはアメリカ合衆国とその同盟国と同盟を締結していなかったが、 米国のジョン・アダムズ大使は1782年4月にオランダとの外交関係の樹立に成功。オランダは大陸会議を承認する外国としては2国目となった。10月には友好通商条約も締結された。戦争の大半はイギリスによるオランダ植民地への軍事行動に終始したが、ヨーロッパ水域ではオランダ沖で一度戦っただけにとどまった。 戦争はオランダにとって災難的な結果に終わり、同国の政治と経済基盤の脆弱さが露呈した。グレートブリテン王国とネーデルラント連邦共和国は1688年の名誉革命以降、同盟関係にあったが、オランダは同盟の弟分になり、世界貿易への支配を徐々にイギリスに奪われていった。第二次無双徳時代のオランダは大国でいることを、 ほとんど放棄しており、オーストリア継承戦争で、それが、稲が王でも露呈してしまった。終戦間近の1747年、オランエー派による革命は、オランダ総督の権限を大きく強化して復活させた。しかし、総督のウィレム5世の幼少期の摂政とウィレム5世の新生後の両方に失勢が重なったことで、共和国は大国の座を取り戻せなかった。その代わり、 共和国は7年戦争中に元として中立を守り、さらにその結果として陸軍と海軍の整備を怠った。ウィレム五世がイギリス国王ジョージ2世の孫だったこともあり、総督は親衛派だったが、その政敵は同じ理由により親仏派だった。これらの政敵はスターテンヘネラールで有力だったため、オランダに中立政策を取らせることに成功した。 13植民地の反乱鎮圧にあたって、イギリスは最初はオランダを同盟国として扱った。イギリスはヘッセイやブラウンシュバイク兵を雇ったのと、同じように、ネーデルラント連邦共和国陸軍のスコットランド人、傭兵大隊を借りようとした。しかし、この動きは、ジョアン・デルク・ファンデル・カペラントット・デン、ポル・ダンシャク率いる、オランダ国内のアメリカ独立革命支持派に強く、反対され、 しかもスターテン・ヘネラールも革命支持派に動かされてイギリスの要請を断った。さらに重要なことにオランダ商人、特にアムステルダムの商人はアメリカ独立戦争の開戦直後より反乱軍への武器と弾薬の提供に関わった。この貿易は主にオランダ西インド会社のカリブ海植民地であるシン党。 ユースタティウス等の積み替え工を経由して行われた。タバコやインディゴなど、アメリカ植民地の産物は、シント・ユースタティウスに輸出された後、ヨーロッパに再輸出される。戻りの便では、オランダやフランス商人が、シント・ユースタティウス島に運んだ武器、弾薬、船用樹品が運ばれた。1776年に、シント・ユースタティウス総督ヨハネス・デグラーフが、 アメリカ合衆国の国旗に礼法を放ったことも、イギリスの疑心を煽る結果になり、1778年には、オランダがイギリス側で参戦することを拒否した。イギリスは1678年、1689年、1716年に締結された古い条約を持ち出して、オランダに軍事援助を迫ったが、オランダ政府は7年戦争で中立を守ったのと、 同様に今回も拒否した。フランスがイギリスに宣戦線布告した後、アムステルダムの商人は船用樹品をフランスにも売るようになった。フランスは海軍の建設にこれらの船用樹品を必要としたが、イギリス海軍に海上封鎖されていたため自分で輸入できなかった。オランダは第二次英乱戦争で勝利して自由海軍、自由貨物の原則と呼ばれる規定を勝ち得た。 この規定ではオランダが中立に止まった戦争においてオランダ船は戦時禁制品を除きイギリスの捕獲新権所に品物を没収されないという後悔の自由を得る。この規定を盛り込んだ1668年の英乱通商条約によると船用受品は戦時禁制品に含まれずオランダはフランスとの貿易を継続する権利がある。オランダはヨーロッパ貿易において 未だに重要な役割を果たしているため、イギリスの金融政策の抜け穴になった。そのため、イギリスは一方的に船用樹品を戦時金製品と定め、オランダなど中立国の船を打歩して金融を実施した。これは、オランダ商人からの強い抗議にあい、商人たちはイギリス海軍とクセンから身を守るために、オランダ海軍の護送を要求した。 国際法では、このような護送船団は交戦国の臨権捜索を免除されると定められている。ウィレム五世は最初は護送の要求に抵抗したが、フランスがわざとウィレム五世を支持したオランダの都市に経済制裁を与えて外交から圧力をかけたため、1779年11月には屈服せざるを得なかった。スターテン・ヘネラールは護送を行うよう命じ、 一回目の戦断は、ローデウェイクファン・ベーラント提督を指揮官として、1779年12月に出港したが、1779年12月31日の屈辱的なフィールディングとベーラント事件に終わり、オランダ世論は激行して、ウィレム5世の立場が悪化した。これによりオランダは、自由海運、自由貨物原則を支持する。 第一次武装中立同盟への参加を模索するようになり、特にイギリスが正式に1668年の通商条約を廃棄した後は中立を維持するために同盟の参加国からの支援を期待した。イギリス政府はオランダの同盟参加の危険性が分かっており、オランダが同盟参加の意向を示した直後の1780年12月にオランダに宣戦線復刻した。 ロシアがオランダに援助することを防ぐために、イギリス政府は、開戦自由に、オランダの同盟参加と関係ないものを挙げた。例としては、オランダが1779年に、死略船長ジョン・ポール・ジョーンズを保護したことがあるが、より重要な理由は、アムステルダムの銀行家、ジャンド・ヌフビルと米国のチュー央ンー代表、ウィリアム・リーが、 オランダの法律顧問のエンゲルベルト・フランソワ・ファン・ベルケルに黙認されて秘密裏に通商条約を交渉したことだった。大陸会議がオランダとの外交関係樹立のために派遣したヘンリー・ローレンスが1780年9月にイギリスの巡洋艦ベスタルにより囚われ通商条約の草案が発見されてしまったことで交渉が露見。 イギリスはこれをオランダが中立ではない証拠として挙げた。オランダの海軍力は1712年より弱体化していた。艦隊は長らく海り見られず、海戦時点で戦列艦を20隻しか保有していなかったオランダ海軍はイギリス海軍の敵ではなかった。スターテン・ヘネラールは輸送船団派遣が決定される直前の1779年に、 海軍の大幅拡張を決め、海軍建設計画に必要な資金も供与したが、計画の実施は、緩慢だった。また、オランダ海軍の賃金が、傭兵の海兵隊のそれよりも低く、イギリス海軍で行われたような強制眺望を、しなかったこともわざいした。海戦直後に、イギリスが、西インドでオランダ側が海戦をまだ知っていないことを利用して、オランダの軍艦を、 数隻が干したことで、オランダが使える軍艦の数がさらに減った。例えば、ビレム・クルル提督率いる護送船団はこの理由により1781年2月に、シンとユうス・タティウス島近くで失われ、短い海戦の中で、クルル自身も戦死した。別の海戦では、ベイラント船長が自身の船と共に降伏した。オランダ艦隊の貧弱さと準備が整っていない状態は、 オランダの海軍指揮官、特にテセル艦隊を率いたアンドリース・ハート・シンク海軍中将が艦隊を校内に留まらせる格好の口実になり、北海の聖海圏をそのままイギリスの海上封鎖艦隊に譲った。その結果、海戦から数週間で合計1500万ギルダーの貨物を乗せたオランダ商船200隻がイギリスに打破され、 さらに300隻が外国の港に封鎖された。オランダ海軍が不活発だった。もう一つの理由は外交努力が止まず、オランダ政府に戦争が短期間で終結するという幻を見せていたからだった。エカチェリーナ2世はオランダに援助することには同意しなかったが、紛争の仲介には活発だった。イギリスもオランダも交渉に応じ、結果は失敗に終わったが、 軍事行動を減らす一助になった。イギリス政府はオランダに戦争の早期終結を申し入れ、特に1782年3月にノース教の内閣が倒れ、ロッキンガム・フォックス連合内閣が成立した後はさらに活発であり、フォックスはオランダ政府に有利な条件で単独講和を申し入れた。しかし、オランダはちょうど海軍活動でフランスと、 共同補聴を取ることを約束したばかりであり、単独講話はもはや選択肢ではなかった。それでも、ウィリエム5世は国内のフランス同盟支持を押し切って、フランスとの軍事同盟を拒否した。戦争自体は主に3つの戦場で戦われた。イギリスはヨーロッパにおけるオランダの高校会場封鎖、世界中のオランダ植民地に遠征して、それを占領した。 アフリカのオランダ領黄金海岸にあるエルミナ城へのトマス・シャーリーによる遠征のみ失敗した。西インドでも多くのオランダ領土がイギリスに奪取されたが、キュラ総統などは守備の硬さにより攻撃されなかった。西インドの戦闘1781年2月、イギリス艦隊による新トユースタティウス島占領。島は後にイギリスに略奪された。同年、フランスの上陸軍が 新トゥユースタティウス島を奪回した。オランダにとって、西インドにおける戦争はほぼ開戦前に終結していた。イギリス海軍のリーワード諸島中東地の指揮官である、ジョージ・ロドニー帝督は戦線布告の知らせが届くと、即座に出撃、まだ開戦を知らない多くのオランダ軍艦や商船を驚かしつつ、カリブ海のオランダ植民地、すなわち新トゥユースタティウス島、サバ島、 シントマールテンを攻撃した。シントユースタティウス島は1781年2月3日に占領され、それまでアメリカ反乱軍への武器提供に重要な役割を果たしていただけあって、ロドニーに完全に破壊された。彼は特にシントユースタティウス島のユダヤ人商人に報復した。島にあったすべての貨物は没収され、オランダ人、アメリカ人、フランス人、 イギリス人にかかわらず、商人全員が追放された。戦利品の一部はその場で競売にかけられたが、多くが、イギリス行きの護送船団に乗せられた。この護送船団の多くは後に、英仏海峡でトゥサンギヨームピケドラモット率いる、フランス艦隊に打破されたが、フランスは貨物をオランダに返還しなかった。オランダ領リーワードアンティル諸島とオランダ領スリナムは、攻撃されたが、 オランダ領に泊まり、一方近隣のエセキボ植民地、ベルビセ植民地、デメララ植民地は1781年にはすでにイギリスに占領された。これらの植民地は1782年にフランスのアルマンド・ケルサンに脱会され、戦後にオランダに返還された。ヨーロッパの戦闘ハートシンク帝国は自身の艦隊を危険にさらすことを何としても防ぎたかった。 しかし、テセルの停泊症より、先の公開安全に関する政治からの圧力は強まり、イギリスの護送船団のダホとオランダ船の護送の試みが慎重に行われた。それでも、ヨハンゾートマン・提督と副官のヤン・ヘンドリック・ファン、キンスベルゲンが通常よりも強い護送船団を率いたとき、1781年8月にドッカーバンクの海戦で、 ハイド・パーカー提督率いるほぼ同程度の実力を有するイギリス艦隊に遭遇、戦術的に引き分けた。もう一つの試みは後に、ブレスト事件として知られるようになる、フランス海軍との合流の試みである。1782年9月、オランダの政治家が躊躇しながら、ようやくフランスと共同補調を取ることに同意すると、ちょうどエフツ海峡にいたイギリス艦隊が北へ。 移動したこともあって、オランダの戦列艦実績で構成された艦隊に、ブレストのフランス艦隊と交流する機会があるように思えた。しかし、ハートシンクはやはり反対、イギリス船が副兵として残っているとの情報を証拠に挙げた。この情報が誤報であるとわかると、ウィレム5世は、ローデウェイクファンベイラント白爵を指揮官として、ハートシンクに艦隊派遣を命じた。しかし、 これまで無数と起こったように、ベーラントは艦隊を調査した後、それらの船の準備が整っていないとして、出航を拒否した。この決定は、他の海軍将官からも指示されたが、ウィレム5世をも飲み込むほどの正解の嵐が巻き起こる、結果になった。というのも、ウィレム5世は、海軍の総指揮官として、艦隊の準備ができていることと戦略上の決定に、責任があるからだった。 ウィレム5世の政敵たちは詳しい取り調べを要求したが、調査は長引き、終戦から数年後の1787年に、ウィレム5世がすべての権力を取り戻した後に静かに集結した。ドッカーバンクの海戦を除き、ヨーロッパ水域では大規模な海戦が起こらず、イギリスによる海上封鎖は、オランダ艦隊からほとんど挑戦されなかったが、海上封鎖自体は、 イギリスの会員に悪影響を及ぼした。すなわち、イギリスの会員は、会場封鎖を維持するために長期間会場に残る必要があり、船体も消耗していた。また、北海の制海権を保つ必要があるため、すでにあちこちで戦わなければならなかった。イギリス海軍は1781年以降さらに、緊迫した状態になった。 オランダ海岸の海上封鎖を維持するために使った船は対フランス、アメリカ、スペインで使えず、1781年以降のイギリス海軍の敗北の一員となった可能性がある。アジアの戦闘、フランスのシュフラン帝国の正論海域におけるイギリスのヒューズ帝督に対する名誉な行動。フランス海軍はエーラン戦争に介入して、 アジアにおけるオランダ植民地を救おうとした。オランダ東インド会社はそれまで、ケープ植民地より東にある、自身の植民地を自分で守る責任を負ったが、第四次英乱戦争で初めて、オランダ海軍からの援助を必要とした。しかし、最初は、船が不足し、使える海軍だけではイギリスが、オランダ植民地を実行支配することを防げなかった。 1782年発、イギリスのサー・エドワード・ヒューズは、セイロンの東海岸にある、ベンガル湾西梁の高校とされるトリンコマリーを占領した。1781年3月、イギリスのジョージ・ジョンストーン提督は、ケープ植民地を占領すべく派遣された。すでに、インドに艦隊を派遣することを計画していたフランスは、 ケープ植民地侵攻に関する情報を得て、インドに派遣される予定だった艦隊の指揮官、ピエール・アンドレド・シュフランに、ジョンストーンよりも早くケープ植民地に到着することを、試みるよう命じた。ジョンストーンとシュフランが、偶発的にポルトプラヤの海戦を戦った後、シュフランは、ジョンストーンよりも早く到着することに成功。フランス軍の実力でジョンストーンに、 植民地攻撃を取りやめさせた。サルダーニャ湾の海戦でオランダ東インド会社の船を数隻が干した後、ジョンストーンは北、大西洋水域に戻った。シュフランはそのまま、イィルド・フランス、続いてインドに向かった。インドに到着すると、ヒューズに対し軍事行動を起こした。例えば、1 7 8一年にイギリスに占領された。 オランダ領ナーガパッティナムの脱回を試みたがヒューズに阻まれ失敗した。8月にはトリンコマリーの海戦でトリンコマリーを再占領海戦ではヒューズと膠着に持ち込むことに成功した。その後は両艦隊とも撤退イギリスはボンベイでフランスはオランダ植民地のスマトラ島で艦隊の修理を行った。両艦隊は1783年のカタロールの 海戦で、再び交戦、またしても決着しなかったが、この時には講和交渉が進んでいるとの知らせが、インドにも届いた。スマトラでは1781年8月に、海戦の知らせが届いた。オランダとイギリスの東インド会社ともスマトラに、交易所を設けていたが、イギリス側のマールバラトリデでは、スマトラ西海岸にあるすべてのオランダ交易地を、破壊するとの命令が届いた。 幸運なことに、イーストインディアマン5席が直後に到着したため、イギリス東インド会社当局は行動を起こした。会社の総裁の一人であり、艦隊と会社の兵士100人を率いたヘンリー・ボサムは、パダンに向けて出港した。8月18日、パダンにいる、オランダ東インド会社の総督ヤコブ・ファン・ヘームスケルクは、ボサムの軍勢が、比較的に、弱いことに気づかず、 戦わないままスマトラ西海岸すべての交易地を代表して降伏した。これによりイギリスは合計50万フローリンの戦利品を得た。パダンは1784年にオランダ東インド会社に返還されたが、パダンの要塞は返還の前に破壊された。オランダは終戦までフランスとその同盟国とは正式な軍事同盟を締結しなかった。一方、 アメリカとは1782年4月にヘンリー・ローレンスの後任であるジョン・アダムズの働きかけもあってスター・テン・ヘネラールから国家承認が行われ続いて10月には友好通商条約が締結されたこれによりオランダはアメリカ合衆国を承認した2国目となったアダムズは他にもまだ重要性のあったオランダの金融市場で大規模な借款を行うことに 成功した。オランダはフランスのベルジェンヌ外相が提唱した講和会議に参加した。しかし、オランダの要求はフランスの支持を得ておらず、フランスとその同盟国が包括的な講和条約を締結すると、オランダの立場は維持できないことが明らかになり、オランダはやむなく包括的な講和条約が締結される直前に、予備講和条約を締結した。 またオランダは1783年1月の英仏間の停戦協定にも加入した。1783年から1784年のパリ条約により、インドのナアガパッティナムがイギリスに割用され、正論がオランダに返還された。イギリスの商人が参戦した主な目的であったオランダ領東、インドにおける自由貿易権の獲得も成功した。 フランスがイギリスから再占領したオランダ植民地もオランダに返還された。戦争はオランダにとって壊滅的な結果に終わり、特に経済で大打撃を受けた。また18世紀におけるオランダの勢力の衰退を証明した形となった。戦争直後、ウィレム5世の政敵は壊滅的な結果の原因をウィレム5世の失勢に介し、彼らはやがて愛国党として集結した。 愛国党は一時的に第二次無双徳時代を終結させた1747年革命における改革の一部を元に戻すことに成功したが、プロイセン王国とイギリスの軍事介入により1787年に鎮圧された。愛国党は海外逃亡を余儀なくされたが、フランス革命で成立したフランス第一共和制を後ろ盾に1795年に舞い戻り、 バタビア共和国を建国した。ネーデルラントは、イギリスの戦略志向に重きをなし続け、イギリスが1793年、1799年、1809年と何度もネーデルラントへ、遠征軍を派遣する結果となった。ありがとうございます。